くじゃいいよ、はい、始まりました、しっとでございます。それと、はい、ルッチくんです。はい、というわけで、小学校あるあるときて、中学校あるあるときて、もうラストは高校生あるあるだね。それしかないですよね。ということで、今回の動画ですね、高校生あるあるをね、やっていきたいと思います。せーの、今日も頑張るぞー、レッツゴー。なあ、お前さ、明日の数学のテストの勉強してる？してへん。してへん？全くしてへん。俺もしてない全くしてない。俺さ、そういう気がある。多分提出物もしてないし、多分点数本番多分20点ぐらい。あ、決定や、でも決定やね。決定かっこよくない？かっこいいな。かっこいい。俺はほんまに絶対すんなよ。絶対するわけない。絶対すんなよ。帰ってもうテストは15点で、15点。マジか、お前。じゃあもう明日です、頑張ろうな。頑張ろう。じゃあまた。まだね。バイバイ。じゃあね。おぉ、久しぶり。久しぶり。どうやった、テスト？テスト俺やっぱり予想通りの20点。20点やった。もうどうやった？85点。おぉ、お前勉強してるやんけ。延べ。おー、決定やったけど。今日27日やん。 2×7 で14やしな。多分俺やろな。まあ、あの先生ほんま嫌い。え、じゃあここのラ行四段活用は何系かっていうのを答えてもらおうかな、みんなに。じゃあ誰当てよっかな。 7×2、 今日14番で田村くん。じゃあ何系でしょうか。方形。おはよう。あ、おはよう。おはよう。ちょっと俺頭ガンガンすんね。何した、ぶつけた。じゃあ昨日な、俺酒飲んでたんよ。酒飲んでた。先生呼んでる。絶対その先生に言わないけど、マジで頭がガンガンする。二日酔いや。二日酔いやな。やったな。やってしまった、ほんまに。ガスと合ってんのも。で、しかも飲んだチューハイ。チューハイめちゃうまい。何か飲んだ、何か飲んだ。なんか何か飲んだすらの記憶がない。やばい、ほんまにやばい。とりあえずお前今日も飲もうよ。いや、でもほろ酔い買ってくるの。ほろ酔い買ってくるの。お前はコンビニ買うんだけど。あれ見えんちゃう？スケスケちゃう、めっちゃ。やっぱ夏は最高やな。夏はいいわ。うわー、すエロ。やっば、めちゃくちゃエロいな。いや、お構いやないかい。いやー、三軒目はエグかったな。あのコテは寝てまうわ。腹減ったし、クソ。使う唐揚げ。タンは財布忘れてきて、俺。あとで返して。ただ返して。おばちゃん、唐揚げ2つください。おーい、なんや、お前、これ。おい、おい、使いやすい品やろ。ケンタ君、煮とくからな。つないでくれ。あいやー、もう喉乾いた。あ、今飲もうっと。ああ、やっぱリプトやな。はい、というわけで今回はですね、高校生あるあるやってみました。結構ですね、共感してくれる人多いと思うんですよね。はい、絶対リプトンとか絶対共感すると思う。絶対リプトンとかさ、部活の時みんなこんなんほんまにリプトンはマジで、リプトンはマジで多い。当てはまった人はもうコメント欄にね、これ当てはまったみたいなの書いてくれたら嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それと質問コーナーの質問数があまり足りていないので、下の動画に貼っておくので、ぜひコメントしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てね。